い、あの蜂がすごい飛んでるってことで、森田さん今年刺されたじゃないですか蜂に、はい、絶対刺されたくないんですよ。もう刺されたくないもうであれですね、ここの畑でなんかすごい巣があったっていうんで、はい、ちょっと僕ちょっと現場見てないんで、はい、見てみたいなと思うんですけど、ちょっと案内してもらっていいですかね。こっちだと思うんですけど、見えたんで。あ、いた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 そこですね。おお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 、巣という猿の腰掛けみたいな。え、猿の腰掛け。あ、いた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 、ちょっと待って、ちょっと待って。うわちょっと見えるかな。来ますね。やばい。そうですね。危ないですね、これは。危ないですね。見えるかなこれ。まあ、めっちゃ飛んでますよね。要は、あそこですね。あそこ見えるかな、ちょっとクロップすれば見えるかな。ちょっと待って。草刈りしてて、で、そこの株元にいたって、はい、やっぱ草刈りもしてるとき、こっちもエンジン回転してるから聞こえないし、聞こえないですね。それで草刈ってたら、はい、ねえ、あんなに、いやー、回ってるってことで。森田さん、あれなんですか、普段黒色の服とかすごい着てる中で、今白ですけども、もう完全に蜂対策でやって、でその中でいいアイテム見つけたって言って買ってくれてるんですか。それちょっと見てもいいですか。これなんですよね。これあれですよね、トンボ。トンボですよね。これなんですか。オニヤンマです。なんでもオニヤンマが蜂よけっていうか、なんか肉食でこう蜂を食べるというのがあって、そうですね、つけとくと蜂が寄らないみたいな、寄らないみたいな。いや、だからそう、森田さんにそう言われて、あ、そんなのあるんだと思って、で僕もアマゾン見たら売ってたんで、ネットで買ったんですよ。で今回こうやって蜂の巣があるから、これどんだけ効果あるか、ちょっと蜂の巣のところにオニヤンマのそのアクセサリー吊るしとくと蜂逃げるのかなって、蜂の巣からみんな逃げるのかな。そうですね、それ分かると結構安心っていうか、ですね、いいっすよね。ちょっとそのアイテムちょっと僕持ってきますんで、これなんですよ。あー、これですか。はい、オニヤンマくん。オニヤンマくんです。なんかこうやってね、蜂などに無処理効果ありって、はい、こうやってまあ吊るすとまあ効果あるっていうことで、ね、せっかくのねこういう機会なんで、ちょっと試してみたいなって。完全に日本製ですか。はい。じゃあこれは、はい、開けてもらっていいですか。じゃあ、はい、はい、あれですね、あ、こんな感じになってんだ。あ、ストラップもついてますね。ストラップが、そうですね、あ、ストラップついてて、結構あれですか、アクリルな、アクリルの羽。そうですね、アクリルですね。あ、硬い。じゃあこれをこの脚立のウェッターからこれあの紐でこうぶら下げてですね、で、あの蜂の巣のところにこれを設置するっていう、なんかそういう作戦でいこうかなと思うんで、ここでじゃあちょっとやっていきましょうか。はい、やっぱこうブラブラこう動いてる状態にした方がいいと思います。いいぞっていう、はい、よし、これでちょっとこれを、はい、ああいいですね。この設置する時の怖さがこれあれですよね、あの向いてる方向に、そうですね、こうですよね。じゃあお願いします。怖いですね。はい、じゃあお願いします。ちょっと待って、ちょっと待って、いや怖いな、あれさっと置いてください。うわ、ちょ、あ、気持ちしまったか。でも、どうなんすか。あ、草が、あ、いい、天敵。でも、おっと、攻撃したりすんのかな。何も、今のところ何もですね。ですね。どうなんだろう。でも本当近すぎると、そうですよね、ちょっとあれですよね、無視してます、ね、何も気づいてない何も微動たりてあん
応がまだ。なんかそれはそれで寂しいですね。寂しいですね。無反応っていうのがもっと低くしますよ。そうですね。すごい。ちょっともっと低く、もっと低く、低くしますか。まあおそらく今ので分かりましたけど、まあ蜂の巣ジェットやった方が早いかもしれない。そうですね。あ、低くなりましたね。そうですね。はい。効果を試したい気持ち。そう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 。はいはいはい。うわ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 、ちょっとちょ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 、もうあ、やばい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 、いいです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 、もういいですよもういいですよもういいです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 、めっちゃ暴れてた。進みましたね。まず、いやー、ちょっとどうなんですか、ちょっとざわめて、あ、ざわめてます、ざわめてますよ。はい、いや、ざわめてましたよ今。でもでもかな、何も見えてない。僕のイメージだとオニヤンマ近づいた瞬間にバーってこう、そうそうそう、逃げてくるっていう、そういうイメージがあった。すごい近いですよね。いやー、本当ですよね。ちょっとまだなんか、気づいてないのかな。気づいてないですね。気づいた瞬間がすごい感じ。ああ、パニックにもなるみたいな。じゃあまあひとまず設置したらこんな感じでしたということで、はい、これそうですね、ちょうど1週間後ぐらいにもう一回ちょっと様子見てみて、それであれですね、またちょっとチェックしてみましょう。これもしかしたらいないかもしれない、ね、もしかしたらいないかもしれないから、ちょっと増えてるか。虫よけになるって書いてあるから、ほんと近くに来たらよけてもらわないと困りますよね。本当はね。本当はそうですよね。何もよけないで。まあまあちょっと1週間これで置きましょう、はい、置きましょう、はい。じゃ森田さん、1週間経ちましたんで、はい、ちょっとあの現場ちょっと行ってみましょう、行ってみましょうね。いやー、どうでしょうね。いやー、どうなってっかな。全然ない。います、まだいますね。トンボいての、そうですね、下の方にまだ動いてますね、はい、動いてますね。これもう全然興味を示さないじゃないですかね。興味示してないですかね、これね。ダメかな、なんかもう葉っぱと化してるぐらいの。おお、警戒します、ね、あ、警戒しますよ。あ、違う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 、あ、こっちに、こっちに、そうですね、偵察隊。いや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 、本当にどうしよう、使い方が間違ってます、これ。そうですね。もう動かないものになっちゃってるから。あ、同化しちゃってる。そうですね。いやー、そっかー、あれかね、じゃあ本当1対1だったら、あ、そうですね、1対1だったらもしかしたらオニヤンマ効果あるかもしれないけど、じゃあちょっとこれどうしましょう、回収で撤去しますか。そうっすね、回収したいところなんですけど、なんか回収した途端にブワーってこう、で出てきそうな感じが。ああ、はい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 、ざわついてる、ざわついてる、ざわついてる、はい、ざわついてますよ。え、怖い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 。いや、ダメか。振動でもすごいです。やっぱ警戒しますね。あ、はい、そうそう、蜂の巣にはちょっとあんま効果なかったですけど。そうですね、一匹に対してはもしかしたらつけてればね、効果あるかもしれないですね。なんか心強いと思います、ね。お守りとして